前回、無事にスターストーンを手に入れて予期せぬボーナスをもらったマリオでしたが、ピーチ姫はその間に何をしていたのか、というところから今回はスタートです。そういやテックはバツガルフの計画が何なのか、データを解析していたんだったな。その解析結果がこちら。ピーチ姫がなぜここに捕らえられているのか、その理由も判明したのです。それによれば。肝心の部分教えてくれない感じ。そんな。ピーチ姫がどうなるって言うんだ。詳しくはわからないけど、ピーチ姫がその計画には重要でピーチ姫に何かをする。つまり、ピーチ姫は改造されるんだわ。おおむね合ってたら怖いんだけど。もう隠し事はしません。すべてお話しします。そう言ってさっき隠されたんだけどね。ピーチ姫が捕らえられているこの場所、ここは、月です。え？月？月って空に浮かんでいるあの月。そうです。そんな、どうやって逃げるっていうのよ。そうだよ、地球に帰るって言ったって簡単なことじゃないよ。方法はあります。私の指示通りに逃げてください。でも、そんなことをしてもいいの？構いません。あなたには無事でいてほしいのです。テック、ピーチ姫のことを本当に大切に思っていたんだな。私はここのコンピューターです。あなたを逃がしても黙っていればしばらくは誰にもわかりません。ここまでが、ピーチ姫。え？テックよ、お前の行動はすでにバレているぞ。バツガルフの野郎。まさかコンピューターが裏切るとは思わなかったわ。まあ良い、この程度であればな。解剖停止させ、原因となったプログラムやデータをすべて消し去るのだ。そんな、それじゃあテックが消滅するのと同じだよ。バツガルフからしたらこうするのが当然のことなんだろうが、テックにせっかく感情が芽生えたってのにそれはないぜ。お前たち、テックの両側についている赤いボタンを同時に押すのだ。テックが、ピーチ姫、あ、な、た、お、あ、い、て、切ない、切ないわテック。ああ、そんな、テックが、ここでカメパートに移ります。なんか気持ちの切り替えがうまくできないんだけど。お、これは、まさかスターストーンでは。あ、それベルトについてる偽物の。待てな。このゴールドホーク様を忘れたとは言わせないぜ。こら、お前、忘れてないだろうな。え、はい、もちろんですよ。ピーチ姫が大変な時に何してんだ。本物はグレートゴンザレスが持っているのさ。ゴンザレスなんてやつ知らないぞ。マリオとは縁もゆかりもない名前だからな。最後の目的地が追加されました。え？ここってもしかしてピーチ姫のいる月？うむ、しかし月へ行く方法が問題だな。月といえばロケットでしょ。ロケット飛ばせる人いないの？最果て村に行った人の記録によると、どんなものでも好きなところへ飛ばすことができるらしい。それだ。その村に住むボム兵たちはとても気難しいそうだ。え、そうなの？ひょっとしたらなかなか大砲を使わせてくれぬことも考えられる。くれぐれもうまくやりたまえよ。ということで最果て村にやってきました。見るからに寒そうなところね。こんにちは、旅の人、最果て村の大砲？は、ぼーっとしてたボム、なんでもないボム。わざと黙っていた感じがするね。村のおさに聞いてみたらどうだ？なんじゃ、最果て村に何の用じゃ。なぬ、大砲。そんなものこの村にはないのじゃ。意図的に隠している感じがするね。なぜ嘘をつく？わしは以前この村に来た時に確かに大砲を見たぞ。むむ、あんたもボム兵なんじゃな。ならばお分かりじゃろ、大砲のことはボム兵以外に教えてはならぬのじゃ。我々はあれを争いごとには使いたくないのじゃよ。しかしわしらは何としても大砲で月まで行かねばならんのだ。そうせねばこの世界が終わってしまうのだよ。そうだよ、一刻も早くバツガルフを倒さないと。むむむむ、世界が終わるとな。あの大砲を動かすにはゴールドマンの許可をもらわなくてはならんのじゃ。ゴールドマンだって。奴は成金になった途端大砲をほったらかしにしてやめてしまったのじゃよ。名前からして成金だもんな。それに、大砲に命をかけていた、ホワイト将軍が。ホワイト将軍？なんか聞いたことあるような。リストラされたショックで大砲の鍵を持ったまま遠いどこかの村に行ってしまったそうじゃ。なるほど、その二人を再び集結させないといけないんだね。金色のボム兵と言ったらこいつだろ。金銀同一家、ここでのんびりしている場合じゃないのよ。しかし、あの大砲を動かすにはとてもコインがかかるのだ。そこで、君がどのくらい大砲を使いたいのかその気持ちを見せてもらいたい。
僕のポケットマネーから出すのかい。気持ちだけなら1コインでもいいでしょ。1コインだと？私をバカにしているのか。せっかく投資も成功して儲かったのに。全額出しますよ全額。さすがはマリオ、ここぞという時に男らしいわ。世界が滅びたんじゃコインに価値はなくなっちゃうしね。よく言った、これでゴールドマンは説得できただろう。じゃあそういうことで。ロケットを飛ばすのってめちゃくちゃお金がかかるね。この先、僕が行き倒れたらごめんよ。皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみうつ主のリーです。動画編集は己との戦い、本日も頑張ります。どうも皆さんこんにちは。昨日のご飯は何だっけ？前回に引き続き用務です。記憶力仕事して、毎度おなじみマリサだぜ。ということで本日も猫社員コンプリートを目指して、難関ステージに挑戦していきたいと思います。今91個集まってるけど、ここまでほんと長かったよな。みんな、今まで本当にありがとう。そしてさようなら。いや勝手に終わらせるな。とりあえず、火山の頂上を目指して進んでいきましょう。もうすでに難しい。この足場は矢印の上をしっかり踏まないと進まないようになっているんですね。こういうギミックってさ、いらないと思うんだよね。こいつはクレイマーの鏡だな。あれ、行き止まり。いや、この不自然な形は中ボスだろう。うっそー。マジだ。突如始まりました、マリオ対猫ドンケスプリンス。押し込みやがったー。あれ、なんでこんなところにドラム缶が。それドラム缶じゃなくてお前が押し込んだドンケツだ。よくもこの俺をあんな土管に押し込んでくれたのさ。あらら、また出てきちゃったよ。土管の恐ろしさがわかる映像です。はいはい、休憩なんてありませんよ。実はあの体は柔らかいんじゃないですか。無理やり形変えられたんだ。やったー、ドラム缶撃破。ついでに猫社員もいただきました。猫社員が本命だろうが。これであと8個。みんなと会えなくなるのが寂しいから取らないでおこうかな。本当にそんなこと思ってるのかよ。あ、雨が降ってきたからここのマグマとか炎全部消えるかも。消えるかよ。ここでクッパに来られたら厄介だな。マグマが痛すぎてろくな変身アイテムが手持ちに残ってないし。マリオさんここに来てまさかのピンチですか。やばいやばいやばい。おや、マリオさん何がやばいの。全然ヤバくねえし、むしろラッキーって感じ。どうするんだ。あ、あんなところに光るウサギが。確かあのウサギ、捕まえると猫社員をくれるんですよね。ちょっとプレッシー、プレッシー。いつもいるのに今日に限っていないの。プレッシーも忙しいんだよ。そうそう、呼べば来るようなタクシーじゃないんだぜ。せっかくクッパを追い払う手段を見つけたのに。冷静に少し高いところからプレッシーを探したらどうだ。あいつ、あんなところに嫌がった。見つかってよかったよかった。あとはプレッシーに乗って、あのウサギを捕まえるだけですよ。プレッシー、すぐに出してくれ。わかりました。捕まっててくださいね。いた、あのウサギだ。待たせたなウサギちゃんよ。今の僕は余裕がなくてね、ちょいと手荒な真似をさせてもらうよ。いつも手荒だろ。このウサギ、随分と危ない道を通るもんだ。プレッシーはドロドロに触ると逃げていっちゃうから気をつけて。よっしゃー、これでクッパを追い払えたぜ。マリオさん、もう93個も集めたんですね。ああ、いよいよ終わりに近づいてきているぞ。ラストスパート頑張ってください。ん？なんだこの透明度感。どこに繋がっているの。一気に頂上まで行けそうですね。これぞ次世代エレベーターだ。こんなところに猫社員があったぜ。偶然入った土管でドッカン。うぷ主、真面目に実況しろ。こいつに言われたらおしまいだぞ。はい、真面目にやりましょう。あと6個、これが終わったら一日中寝て過ごすんだ。これ終わらない方がいいんじゃないか。ああ、またまた猫社員が出てきましたよ。この辺って、まだまだ猫社員が眠っているんですね。あ、マリオだー、踏んづけてー。なんだあのドMK虫。時間制限があるから気をつけてね。いける、いけるぞマリオ。マリオならいけるんだ。ルイージには無理でもマリオなら必ずいける。さりげなく弟をディスるな。あと少し、いける。猫社員ゲーっと。自己暗示ってすごいんですね。あとは猫社員チップを集めれば揃うかな。この火山ではあと1個の猫社員チップがあるぞ。ジュニア、ドラゴンレーダーみたいなチップレーダーはないのか。この先にあるだろうが。うろうろしてたらいつかは出会える猫社員チップ。出会えない時は本当に出会えないので諦めましょう。クリアを諦めろってこと？あ、三毛猫親子。よし、あの子猫を探してきて社員をもらおう。
簡単に見つかればいいのにな。え、あれだったらめっちゃ近くじゃん。いや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 、あんなに近かったら気づくでしょう。マジで猫だった。近くの方が案外気づかないってことだな。ママ、ママに会いたいよ。はいはい、君のママはこの上にいるぞ。なんだかんだでマリオさんは面倒見がいいです。子猫ちゃんを安全に届けてくれます。あ、坊や。ママ、怖かったよ。あ、よかった本当に。でもあと一匹。まだいるの？こうしてペットシッターマリオさんはすぐに子猫ちゃんを救出しました。こいつ普段から真面目ならいいやつなのに。あ、ありがとうマリオさん。はい、ゲームクリア。いやまだだろ。あとはどこかなー。あ、キノピオ探検隊。マリオさん、ありがとうございます。よっしゃー、たまたまここ降りてよかったー。ちょっと休憩。おいこら。え、何あの島。浮いてるし動いてるよ。あ、そこから登れそうですよ。今だ、行けー。狙ってたわけじゃないのに運がいいな。これでいよいよ猫社員コンプまであと一個。ゴールは目の前です。ラストはずっと放置してたあれだー。あ、そういえばあったあった。プレッシーの大ジャンプで行けたんですね。最後にふさわしい猫社員だな。いやー、みんな、今まで本当にありがとう。これで供養が終わった。記念すべき猫社員100個。それでは皆さんもご一緒に。おめでとうございます。猫社員をコンプリートしました。ギガベルから声が聞こえる。すべての猫社員の力で、最強の怪物に挑戦できる。